今日は浮き球のクッションコントロールについて解説します。で、まあ、日本ではねこう大きくこうやってクッションコントロールするっていう大きなモーションでやるのがあるんですよ、練習なんかでね。そうじゃなくて落ち間際のところを指とコントロールタッチのところをね、コントロールタッチと親指と人差し指の付け根、この部分を意識して、やっただけ。まあ、イメージとしてはこの上にボール乗っけますよってすぐ離しますよってだけ。いや、当然この面、この足のこの面は地面に対して水平にします。で、当たった瞬間にすぐ引くってだけで、ボールの落ち際この辺で当ててすぐ引きゃいいだけ。そしたらそろっと落ちるだけです。たったこれだけ。日本のようにこんな大きくやる必要ないですよ、試合では使えないからね。で、これと同じ発想で、ウェッジコントロール、こう地面に対して斜めにこうやって当てましょうね、これインサイドで当てましょうね、アウトサイドで当てましょうねっていうのがあるんですけど、これも同じ発想です。当てるだけ。当てるだけ。まあ当てれば別に止まりますから。で、その時大切なのは、この垂直の線に対して、ここ90度。で、ここに当てると、ボールは大きくいきます。で、45度に止めると、パッと当てると、こう地面に対して45度なんだから、上から押さえつく、混むような感じになるんで、ボールはあまり遠くに行きません。この角度の使い分け。あともう一つは、じゃあ足のどこに当てるのって言ったら、それは正解ないです。どこでも構いません。インサイドの方に止めると、ちょっと硬いんで遠くに行きがち。こっち指の付け根とか、親指の横の方でやる。これインサイドね。その場合は、割とこう、そんなに大きくはいかない。この辺はいろんなところに当てられるようにしてください。ここインサイドなんだからインサイドしか当てられませんよって選手になっちゃったら、そこでその子の成長って止まっちゃうんで、これアウトサイドでも同じ。アウトサイドだけだよって言ったらそれで成長終わり。で、でも親指だとか小指だとか小指の付け根とかそういうとこでも止められるようにする。そういうのが重要ですね。